あ、じゃあ初期さんが、ここで初期さんが行きます。さあ初期さんだ。モアさん極限流チームの中でもカスの量がいないからいけると思ったがダメでした。オーダーセレクト。ネチオさんの脳試合を実況ミスってしまう。さあ K ダシカスミを据え、 K ダシカスミを前で後ろにハイデルンとネームレス。 1P ナルトさん 2P ショクさん、これは上級者の蹴出し対決。先端のシャラーがちょっと届かない。 CC ユケオラ、ジャンプ CD が相打ちして、ジャンプ CD、 あそこのあの距離でもダイアンシュートが2ヒットする。危ない。ここはインブラックをしっかり読んでいたが、おっと後ろを向いている。ガーキャンをするがここは釣られない。大丈夫 CD。 さあ投げる、そして前指見せてしまったが前転からんかのミスか。あ、1で止めて、今のところいい勝負、体力的に。さあ勝負をまだお互いに急がない、まだとりあえず打ち合いから。ダイジャンプ CD が入る。さあ先端の壊しからジャンプ D 入らしからのシャラ、相対策。ここは頑張ってみるが話が当たらずに強処理でゲージを試すフィニッシュ。A ダッシュナルトさんのがまた勝って残り4割、ジャンプ CD 一発で1割。ああいう強技は減る。さあ見せしまうがちょっと随分走り込む、高低を追いかけるくらいのダッシュ。シェルに引っかかる、やはりこの技が厄介。前転からちょっと置き詰めを仕掛けるが大きいの入らない。またもシェル、ここでまたヒートが出ない。次はガーキャンを釣られてしまう。しかし相打になってない、これは美味しい状態。アッパーがもうちょい上まで来たら多分相打になってたんじゃないかな。これで結構まだ逆転なペースを作り出せるか。当て身をかわして、次は当て身、今度は初期さんが取る。さあ当て身を取って、お互いに今中距離でジャンプ CD と空中技の応酬。さあ空中殺法、3段目が意外と反撃しづらい。おっと白山に反撃ができぬ。ダイヤム D、 さあ巻き込もうとするが禁止で暴れられる、巻き込めない。さあ遠い、おーすごい、工程を読んだか、だが届かない。さあもうどっちの霞が分からなくなってきますが、青がナルドさんで赤が初期さんです。体力はちょっと追いついてる。さあ初期の投げは速い、巻き込んで禁止で暴れられる、いい勝負。ここで一気に5分近くに、さあ当たってしまう。白山間に合ってないかもしれないが、禁止ディレイ前へ。さあ出る一枚残したい、出るにバトンを渡して、あと2キャラ、いや 1.34 ってところか。危ない、あれで相打ち、あのジャンプ CD すごい。さあ先行がちょっと当たって前転に弱分、これはさあパパとの2プラトン。さあ2プラトンが決まる、愛と友情の先行に壊しが当たらない、前転を取るか。来たー、なぜ投げれない、投げ抜けを誘われる。さああの体力はもうやるしかない、時さんももうやるよと。最後は冷静だった、微妙に少ない体力でももう1キャラいるとの優勢さが。初期さんの投げ抜けをつって、あとは自分とプリさんとシュンヤさんと直樹さん。レルンシンはどこにいるんですか。サーティン、あっちへサーティン。あシュンヤさんが向かいます。 OK です、始めてください。ナルトさんキャラを全く変えずに、オーダースライ。シンヤさんは K ダッシュ、今日クリスです。初手の同キャラの後の名誉に握る可能性が高い同キャラ。まず早い展開でマインブラックから後ろからワンコンボ、
引っかかるラインシュート。あ、ジャンプシー。次はスカシゲダンをするが、スケラッシュはスカシゲダンがそんな速くないので、それなりの強さです。さあ脱出を許してジャンプシーディー、後ろからコンボ決め、投げを抜ける。さあ同じような距離のアインブラックだが、今度はガード。ジャンプディー壊しをガーキャンしてシュートが当たる。わあ、先端で受け止め、ミニットを決め、おっとここはしゃがんでしまう。飛び込みが入り、体力いい勝負してるからヒート。さあコマンド完成でちょっと待ったが、落ち着いたヒートドライブ、そして受け止めて、またミニットが入る。さあ怪しいところ、暴れてカウンター、壊しで暴れ、壊し壊し、アインシャラー。フィニッシュのアインに対してシャラーを出しているのは非常にコマンドが早い、ゲージが溜まるからいいですね。さあ先手を取ったのはシュンヤさん、壊しオッパーエンビー。さあアインシュートを見つか、ゲダッシュランプが出ている、つながっている。大ジャンプ D からグランドタイガーショットに先行流しているフィニッシュ。これで2番手がいい勝負に。草薙兄弟かすみ、ゲージは今日有利だが、これはちょっと今日が頑張らないといけない。さあ先行を、おっと、もやぎパラシに後から入っている。さあちょっと遠めの先行、飛び込みコパン、ちょっとお互いなんかうまくいってない感じ。おお、暴れてる、すごい、今日の技が潰れたのか。暗い判定が先に出る。鬼焼きをパラして投げを抜ける、どっちの投げか分からない、D 投げっぽいモーションだったが、最初では分かんないか。下がって大ジャンプ D が速い、ここは中段の一発で止める。さあ強側が攻め上げている、だんだん8の方に詰まっているが、ガーキャンして、さあ白山が当たってしまう。無情にも第4位をパラスがガードされてしまう。攻め手がない、残りクリス1人で2キャラに、ほぼ2キャラ。さあ霞がバックステ白山でゲージを貯める。クリスは追いかけ、画面端に大ジャンプ D が速い。さあスタンプを狙うが、出てるかは分からないスタンプ。ジャンプ CD 白山で落とせる、落としてジャンプ D でクレグ勝つ。クリスは今ここでまあ早いうちに倒さないとネームレスさえきついのであれなんですが、対空の白山がなかなか飛びを通してくれない。さあ暴れ通しが入り、ここは確かに決めざるを得ない、苦しいが決めざるを得ない。これ対照戦苦しいな、クリスさん、これなんやどうすんだこれ。え、 8.5 か。あ、でもこのキャラね、実は永久があるんだ、実はさあ攻めてくる、危ない、あー食らってしまう。砕けろから立て続けの攻め、金利を見せる、まさかちょっと練習してしまったが見せてしまう。お、しかも発動6段目、あ、絶縁に甘えたが許してもらってしまう。あの絶縁を避ければ終わる可能性もあったのですが、ガードしてしまいました。え、多分入る、多分入る。あ、デルシン、なんだ早いな。まあまあ、じゃあ始めてください。デルシンとやろうかと思ったんだけど、デルシン今日のキャラはオーダーセレクト。おお、デルシン量使ってよ、量がカスキャラってことで今流行ってるからさ。ラウンド、さあデルシン、ナルト対ナオキ、それは対策済みであるケイダッシュと、ナルトさん側も結構やったであろうフォクシー対ケイダッシュ、しっかりと昇竜拳を合わせている。おっと、後転でシュートがついてきて軽く一発カウンター、ワイヤーする分が美味しい。ここはしっかり防いで飛び込みから、さあ直樹のくせにうまい、しっかりガードさせてゲージを回収、スライディングと入れ違いになるが、あっと、さあデルジの漏れ強い、直樹さん強い。さあ勝利を合わせる、頭の先端乗っかってしまう、まずは出してもちょっとダメかな。さあストック投げるが間に合わないので大勝利、悲鳴が上がる。あー、いい、バカめ、あったまってきたぞお互いに。早くもヒートアップ。さあ最後直樹さんがまだ読み合い強気で、
勝って北信サイドが4割ぐらいか。ダイヤム CD ワイヤーの分がやはり美味しい。ダイヤム D が被るがちょっとあまり高すぎるのでいい固めにも行きづらいか。暴れ込んだが当て身ミスタが出ている。音がめはなし。先行で軽く固めて霞がゲージやガクラを稼ぐ。さあ攻められないように最新の注意を払っているナルト側。ジャンプ CD か D かちょっとわからないんですがちょっとかぶっている。だが軽め。さあ北信の長いコンボリーチでも届かない。中段をガード。だがやはりうざい。この技ガード、ああいうタイミングでガードして反撃ができないことは多々あります。あーしつこい。さあ意地の悪さが飛び越してしまう。さすが霞のジャンプ横に伸びる。射程外まで逃げ切って、これはナルト側が逆転ムードか。ジョン・フン対霞、これは霞がもう相当気をつかないといけない。おっと奥まで走って足払い前へ。ショワショワ、さあ上ショワを置いてまずは引っ掛けを狙う。中段から排気、排気を出す。ここは芸術者名権安全な置き攻めを演出したか。さあジャンプ置きガードボーイに出る。その後クラで追いかける。中段からの横ショワ、安全な置き攻めを選択。危険は犯さない。あえて危なかったら、危ないと言ったらマックス2だろうけど間に合わないかな。ゲージをネーメスに託して今度はナルト側が2キャラ倒さなきゃならない状況に。さあどうする。スラ中段がでかい。ガーフからガーフからガーフ、そして嫌な読み合い。ガーフってベルシーが気持ちよくなっていく。あーセルシーが効くなって騒ぐ。いや確かにやばい。負けちゃうとデルシーがなんか舐めたセリフを吐く。もう一キャラいるのに、なんだこいつ、許しがたい。もう一キャラ、あハイデルンがいるからデルシー、はい、いい勝負だと思ったらもう一キャラいるのに負けちゃうとか。今のは相当やばい。さあプリさん向かう、 どうする行く。いいよ。レルンシンのレベルの高い煽りが通る。やっぱ一本勝負であのガーフはねきついよ本当。あ、オッケー、始めてください。プリさん、ネームレス系ラッシュ、ひなこ。あ、後ろの方ではネームレスのコンパンバ減らなくてがっかりしてるらしい。7割ぐらいしか減らねえよと。ラウンド1がっかりなセリフが。あ、とては一気にケラッシュが攻め入る。フリーラッシュ、あ、コパンの暴れから小足を通してしまう。おお、乗っかる、乗っかるというか、あとに残り火に当たる。前転を逃がして立ち入りが先端。飛び越しに下段からのコンボ、リーチが長い。あ、嫌なタイミング、暴れが潰される。飛び越しやらで帰ってきて前転を投げてまたも入れ替える。あ、早い早いが、あれ無敵になるのがうざい。おお、間に合わない。昇竜にゲージは使わない。2番手がネームレスなので前火空中。昇竜見えた。さすがデルシーよく見てる。さすが復活よく見てる。何が見えたなこいつ。さあデルシーが未来を見て次の試合に、この試合はどんなビジョンが見えてるのか。先端の始まり、投げ端アッパー投げ。さあ今のところデルシーがかなり言わしている。コンボはお子様コンボを選択。だが結構状況がいいのでこれでも苦しい。苦しい。さあまだ有利金利、ここまでテンプレみたいな流れ。あー苦しい。固めから投げ、気持ちよく自分だけ固めて対象戦まで一気に。体力も回復してしまったが半分ぐらいになっている。昇竜落としてよく見ている。さ
7名がカラキカン出てしまっているので後ろからコンボをパンスを、直樹さんがうまい足払いから、さあ立ち入りが確定したんだろうがちょっとコンボの準備をしていない状況は苦しい、完全に遠くでいなされている、ホッチのリーチが長い、ああ繋がらない、ジャンプ D から MP が立ち入りが入らない、ライジャム CD かぶりガーキャンで逃げる、さあこれもまずい、削りさえもう許されない、さあライジャム CD、ああ直樹さん最後は昇竜で巻き込む、あともう自分一人ですかね、じゃあ行ってきます。あ、はい、これで最後キャップ対直樹、まあいろいろある2人ですけどもね、はい、あ、直樹さんが言うには直樹対キャップは64直樹有利だと、まあ言ってましたね、例えば。さあ6を引けるかと言おうとしたところにキャップさんは量を投入している、さあさあ本日最終戦キャプテン対直樹さん、先方は蹴出したい、ホクチ、これはまあなんとも言えないですけど若干多分蹴出しに分がありそうなんですが、蹴出しもさすがになんか楽はできない組み合わせですね。さあ昇竜が冴える、さあちょっと勝利が出なかったか、さあここはマイビー使っていく、うまい、おっとここは何も出ないが、おっとキャプターが多い、こいつガードしろよと早くも直樹さんがもう負けたと、4引かれたって言ってますね。さあ直樹さんはここからが辛い、ゲージもここで吐いてしまう、さあ見ている、投げて、さあインに引っかかってしまう、ここは見ている、さあしっかりああいう時に強アインを選択しているあたりがさすが、さあここは何もやらせずにスパーキャン4引かれたしか言ってないじゃないかよ。さあここからなんとか取り返せるのか、さあしかしこれはもうガードするだけでも厳しい状況、さあガクラチも溜まっているがゲージがないので逃げられない、さあなんとかペースをつかみたいところだが上も見ている、さあめくって、しかしここで弱バイツ残り2人いるので強気な選択肢、ここでガクラして確定してしまう、ダーダー強すぎたキャプさん、はい、まあありがとうございます、量がまじ強すぎて見てくれましたが、量が強すぎて、はい、量の強さ、コメントが欲しいです、量の強さについて。なるほど、直樹さん量が強かったっていう言ってますけど、まあまあいいか、だ直樹さんがガードしなかったのが良かったです。あ、確かになんか途中なんか前に、はい、前転だよね、なんか前で出たっぽい、確かに前にカウンターってた、今日はじゃあ、はい、そうですね、じゃあこれ締めたいと思います、で、第96回だと思います、はい、96回5発戦、はい、これで終了させていただきます。皆様ありがとうございました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。